だこのままずっとずっとただぎゅっと握ってあげるよ。ただこのままずっとずっとただぎゅっと守っていけるから。Thank you.
と。ライブ祭お疲れ様です。2月なのでちょっとバンド代表して少しだけ喋る時間いただきました。ですね、猫背が治らないは2回生の5月のオーデの時にできたバンドで、私が辞めようとしていた時にベースのボツボが一緒にバンドしようって誘ってくれたのがきっかけで始まったバンドです。4人ともすごい個性が強くて衝突がすごく多くて大変だったんですけど、最後のイブ祭にこのようにして行けることができて本当に嬉しいです。何喋ろうかずっと考えてて、でも一番このサークルに入ってよかったなって思うのは、自分にとって大切な人がたくさんできたなと思っていて、このバンドメンバーももちろんそうなんですけど、それ以外にも好きなものを共有できる後輩や、しんどい時に支え合える大切な人ができました。で、バンドメンバーなんですけど、サホとカホは中学から同じで、今もこうして一緒に悩みを相談し合えるような関係が続いていることがすごく嬉しいです。で、今もう引退するんですけど、引退しても大切な人とは離れたくないなってずっと思ってて、なので皆さんも大切な人やものは絶対に裏切らないようにしてほしいなって思います。次の曲はサウシードッグのいつかっていう曲なんですけど、そういう大切な人を思いながら聴いてほしいなと思います。お願いします。Yeah.
時間ないんで最後の曲、幸せなやつもそうでないやつも全員上がってこいや幸せ。Oh.